阪神ファンの田中を仕掛け人のマネージャーと遠藤が強引にタクシーに乗せる。そしてさらに追い打ちをかける。何それ。これ台本で毛利元就の桂元之助がやって。誰なの。よしんげんさんよ。セリフで、これ桂かなんであんの。できひんてヘイクとか、はい、できひんて、マジで。こうしてタクシーは走り出した。あとはスタントに移るきっかけだけである。何してんの。いよいよスタントに入るきっかけをつかむため、ドライバーが誘導尋問を開始。はい、次は、はい、すみません。誘導尋問成功、あとは急ぐだけ。この後、コリコ田中、生まれて初の号泣。手をつかむため、ドライバーが誘導尋問を開始。はい、できれば、はい、すみません。誘導尋問成功、あとは急ぐだけ。こっちの方は30分早いですよ。こっち行かないと、こっちの方が早いですよ。一応、安全ベッド。一応じゃないですか。一応、先生にしちゃってるんですよ。で、安全のためにね。大丈夫、大丈夫。行きますよ。下がってるんですよ。まあ、誰やねん。そっちか、お前。いや、本当です、本当です。おかしいやん、こんなん。前見ろや。前見ろや。ま、工事してるやん。工事。前見ろや、ちゃんと。危ないよ、ほら。いや、そうだ。660円。
出さへんよ。まあ、あんやろ。